SL のオートフィルについて説明していきます。よろしくお願いします。まずオートフィルとはどんな機能なのかと言いますと、ざっくりと説明してしまうと連続入力機能となります。具体的な例を挙げますと、例えばここに書かれている1月ですとか2月、はい、Excel で入力をするときに、仕事の資料ですとかでこういった入力をするかとは思うんですけども、それぞれ、1月から12月まで、連続した入力をするとなると非常に面倒です。ですけれども、このオートフィルを使えば非常に楽にその入力ができるという機能がオートフィル機能となります。具体的にどのような操作をするのかといったところですけれども、まずその連続データですねの先頭となるものをセルの中に入力します。今回であればこの1月ですね。はい。で、この先頭のデータが入力されたセルを選択しますと、この右下の部分ですね、こちらに黒い四角い、マークがあると思います。こちらをフィルファンドルと言います。はい。この部分に、マウスを持っていきますと、ご覧のようにマウスのこのマークが変わります。はい。こちらをクリック、したまま、下、移動させるとこういった形で、4月5月6月8月10月12月と、それぞれマークが反映されています。はい。でここまで、マウスを引っ張ってクリックを離すとこういった形で、自動的に連続した数字ですね、文字が入力されます。こちらがオートフィル機能になります。はい。ちなみにこちらは例えば1番ですとか1号です。単位を変えてもこの機能は変わりません。はい。でもう一つポイントがあるとあるんですけれども、例えば、セルを引っ張るときにこの作業がちょっと面倒くさいなと、いちいちここまで持っていって、ドラッグを離してという形があまり好きではないという方に対しまして、ちょっとこれはポイントの一つではあるんですが、ここでこのフィルハンドルですね、フィルハンドルの部分でダブルクリックをすると自動的に今までのセルですね、今までオートフィルがなされたフィルに並ぶような形であれば、こういった形で反映させることが可能です。はい。ただ、何にもないところで、例えば、ですね、何にもないところで、例えば、ダブルクリックをしても、特に意味はないのでご注意ください。はい。必ず、隣に、こういったオートフィルが反映されているところでダブルクリックをすると効果があるというところを頭に入れておいてください。はい。でここまで、1月ですとか単位があるものについて説明させていただきました。で次は、実際に数字だけですね、こういった場合にどうなるのかと言いますと、実際にクリックをしながら、マウスを動かすとこういったように、完全に数字の連続ですね、こういった入力がされます。はい。でこちらを例えば数字だけでだけれども、連続した例えば 1234 ですとかの連続した数字にしたいという場合はどうすればいいのかということを説明していきます。で実際にルール付けをする必要がありますといっても簡単なもので、例えば1番、2番、1、2、3と続けていきたい場合なんですけれども、1を入力したその下に2と入力してください。で、この1と2をドラッグをします。すると、この四角の中は上のセルから下のセルに行くにつれてプラス1されているという認識を Excel は勝手にします。で、その状況で、このフィルハンドルですね、はい、ここをドラッグして、
下に持っていきますと、はい、きちんと1,2,3,4,5,6,7,8 と、順序よくルール付けされた、数字の連続入力が可能になります。はい、で次にですけれども、少し、まあ、手を伸ばしまして応用編といいますか、はい、実際に例えばここに数字の1を入力しまして、今度は、数値を入力する上で4という入力をしてみます。すると、まあ、もうお分かりでしょうけれども、上のセルから下のセルまでプラス3されているという認識をExcelがしますので、これでオートフィル機能を使いますと、こういった計算も可能になります。はい、はい、以上でオートフィルの説明の動画となりました。はい、どうぞ。どうもありがとうございました。